今年もこのドラフト見ても分かれるように、もう全速戦力取ってるわけですからね、ピッチャーのね。はい、ですね。いかにもこのブルペン、あのピッチャー陣に不安があったかったところですよね。そうですね。まあ、そこを埋めていく存在として、はい、まあ、西舘が大卒で、はい、2位から5位までがいわゆる社会人と、はいはい、もう速戦力を取ってるわけですからね。はい、補強もしっかりしてね。そうですね。楽しみだ。萩尾です。非常に伸びのあるボールに見えるんですが、はい、萩尾も全然ちゃくってましたね。あの指導遅れですよね。そうですか、はい、変化球は頭あったんですかね。これは構えから見る印象よりもボールが早く来てるということなんでしょうか。いやもう そうではない。あまりにもちょっと 今の見るともう完全タイミング遅れなんで、そうですか、はい、準備が遅かったなってところですよね。カウント1エンド1からという設定で始まってますんで、はい、で今の2球で三振、はい、だから1球空振りしてワンボールツーストライクになって、そうですね、あれ変化球かなって迷ってるうちにドーン来ちゃった。なるほど、ああそういうことですか。この時期はもう変化球なきゃ空振りでいいんですから、もう全部まっすぐタイミングで指導だけ早くってバッティングコーチは取ってほしいと思ってると思いますけどね。でも YouTube 見てこの又木君もあの2位のあの森田君もそうですけど、はい、もうまとまっていつでもストライク振れるって感じでありましたよ。そうですか、はいはい、あ最高だった、うん、だスピードであったりと変化球のキレはねちょっと YouTube だから僕分からなかったですけど、それが今後どうなのかなと僕思ってますけど、そうですね、もうフォアボールで自滅ってそういう制球に不安っていうピッチャーではないですよね、両方ともね。なるほど、はい、いいスラーブのような、うん、そうですね、はい、カーブではなんかそうですね、しっかり曲がる変化大きめですよね、はい、ああここも低めに決まりました。チェンジアップなの、なんだろう、村田さんがおっしゃるように確かにコントロールという点では心配がなさそうな、はい、全然ないと、はい、そんなイメージですですね、はい、で今見てやっぱりあのイメージ通りだなと見てるんですけど、うん、はい、で今みたいに低めの変化球を放られても空振りでいいんですよ、バッターは。あ、はい、もうこの時期はね、はい、まっすぐ あのタイミング遅れの空振りだけやめてほしいなと思いますけどね。他も全然刺されてますよね。あ、そうですか、はい、やっぱりタイミング取りづらいとか見にくいとかあるのかもしれないですよ ね、 いいですね、はい、ちょっと差し込まれたようなその初球の対応でした、はい、マジチェンジアップ、ナイスボールですね、ですね、はい、バッターがまだその変化球への対応では十分ではない時期というのをまあ差し引きましても、いやいや、まあ、非常にいい変化をしているボールが、はい、もうテンポもいいですし、ボールもいい、球筋もいいですし、うん、はい、変化球もしっかり、ね、低めに投げられてますし、そうですね、この時期じゃもう最高じゃないですか。変化球低めですもんね、はい、あ、ここは伸びのあるボール来ました、ね、バッターがみんなちょっと遅れ気味ですもんね、遅れ気味ですよね、はい、思ったよりちょっとピッと来てるんですかね、そんなイメージしますね。ちょっとここは引っかかったでしょうか。超えないよ、超えないよ、ゴーゴー、いいスライダー、カーブなんですよね。でもまあスラブっぽいですね、しっかり曲がる、大きく曲がるって感じですよね。そうですね、ね、はい、一瞬中谷君ちょっと浮いたんで、うん、もうね、社会人から来たピッチャーって感じがしますよね。そうですか、はい、で打たれることはあっていいんですけど、やっぱこう、うん、自滅っていうのが一番嫌なんでね。そうですね、まあ、それはもう絶対なさそうな感じもしますもんね。ああ、これに対応をしていますね。多彩な変化球も投げそうですね。ですね、はい、面白そうなピッチャーですね、うん、うん、ここはショートゴロに打ち取っています、はい、今のまっすぐも非常に力を感じています。その前の変化球が効いてるって感じ、残像があって、ね、あれまた変化球かなって
と山瀬君が思ったと思うんですよね、はい、そうそう遅れてしまうというインコースへいいところへ、はい、しっかり投げ切ったところですよ ね, ですね、はい、いいピッチャーだ、はい、そしてドラフト1位ルーキーの西舘も今準備をしています。実戦のいわゆる紅白戦であったり対外試合でどう投げるかっていうのは早くも楽しみになってくるような、はい、今は球数少ないんですけど、対プロに入って今日初実戦初めてですよ ね, はい、で一軍のこういう、まあ、彼は去年までブランカーで見てたと思うんですけど、そのピッチャーに対峙して抜け球一球もないっていうのがまだです、ね、いいです ね, そうですね、しっかり犬にかかったと思う投げ切ってるってところがまたいいですね、はい、やっぱり力んでこの辺に抜けるんだけどね。そうですよね。ないですもんね、一球も。そういったボールはここまではありません。はい、どうで力んでると思うんですよ。うん、力んで普通ですから。まあそうですよね。力んだ中でいいバランスで投げてるってところは、ね、ああなるほど。いいんだなと思いますけど。今もね変化球しっかり。そうですね。またぎラスト一球はラスト、ラストバッター。ラストバッター。はい、同じ145キロでもバッターでよく打たれる145と145度にバッターが全然遅れてるってよくあるって、そういうのあるじゃないですか、はい、すね、球持ちがいいとか、はいはい、見づらいとかよく言うんですけども、初めて抜けてちょっと今インコースに来ましたよ、はい、それそういうのっていうのは試合でなきゃ分かってこないんで、うん、ああ今度は緩いボールで仕留めました。ああまだみんなバッター見ると目が慣れてないから、その前に一球の残像残ってるから、そうですね、ピクッとしてね、でしょうね、確かに、はい、いやただいいですね、でもね、いいピッチャー、楽しみ、そうなんだ、まあ、これだけ首脳陣がすぐ後ろのネットの向こう側で見ているという、はい、この環境だけでも相当緊張すると思うんですが、はい、堂々たる投げっぷりでした。ナイスピッチングね、楽しみ、これから実戦ですね、はい、だまだバッターが速い球であったり変化球に慣れてないので、まあ、それね、打たれにくいではあるんですけど、でも今日のピッチング見るとなんかこう慣れたバッター陣をどうするのかなっていうのを見たいなっていうピッチャーの一人ですね、ですね、はい、まず大崩れすることがなさそうな印象ですね、非常にバランスいいです、はい、はい。